お疲れ様です。バーナードです。さあ、お疲れ様です。バーナードです。完全に仕事が終わって今帰ってきて、シャワー浴びて、超オフスタイルバーナードなんですけど、よいしょ。ちょうど仕事が終わって帰ってきたタイミングで、ちょうどね、同じタイミングでポップマートジャパンさんから、段ボールが届いてまして、これは一体見ますか。これは今回ポップマートジャパンさんからご提供いただいたこの新商品3種ですね。スポンジボブと、ザ・モンスターズ、ラブブのシリーズと、こっちが、クマのプーさんですね。ウィニーダプー、クマのプーさんスイートシリーズで、こちらが、フィミューというね、猫、魚なのか猫なのかっていうフレーズがあるみたいなんですけども、確かにこれ魚なのか猫なのかは分かりません。こんな感じですね。今日はですね、このスポンジボブ、ラブブスポンジボブのね、シリーズちょっと開けさせていただきたいと思います。いやー、僕はこのスポンジボブはね、ちょっとこの初めてですね、このシリーズで。じゃんと、箱がまず可愛い。このスポンジボブがラブブのね、キャラクターの頭の形をしているんですよね。このラインナップはこんな感じで、スポンジボブ自体はね、僕は、実はアニメ自体はリアルタイムで子供の頃に見ていたっていう記憶はそんなないんですけど、実は僕仕事で出張カメラマンとかやってるんですけど、子供たちのね、幼稚園児とかの遠足に一緒にバスに乗ってついていったりするときに、バスの中でね、テレビでてか DVD でスポンジボブたまに流れてる、そんな記憶があります。確かスポンジボブも流れていたような気がしますね。で、今回ラインナップはこのような形になっていますね。いろいろありますね。シャンプーハットとかサーフィンとか、変わらずちょっとまったり開封という感じでお付き合いいただければと思います。さあ、じゃあまず1個目ですね。これも多分カードが入ってると思うので、ちょっとカード見ないようにそーっといきたいと思います。よいしょ。さあ、おなじみのポップマート放送出てますね。いやー、楽しみですね。さあ、オープン。じゃんじゃんじゃん、きたきた。これいきなりスポンジボブさん当てちゃいましたね。いやー、ちょっとこれなんだろう、カード出してみますか。よいしょ。これはこれなんて書いてあるんだ。ノーズフルート。いや、かわいい。一つのアクションとしてのスポンジボブの、すごい、包装がですね、結構丁寧にされてますね。ビニールのこういう感じでしっかりと包み込まれた包装でね。よいしょ。さあ、出てきました。めっちゃかわいいな、これいや、これやばいですね。ちょっとスポンジボブハマりそうな恐ろしさがありますね。服がかわいいんですよね。またね、この白シャツに赤ネクタイみたいな感じで、いやー、めっちゃかわですね。形がね、いいですよね。このラブブのモンスターの形してるのがめっちゃかわいい。で、台座もついていて、これはこのクリアパーツもつけれるっぽいですね。後ろ見たらここに穴が開いていて、このクリアパーツにこの凸の部分がね、クリアパーツにあって、綺麗にはまりましたよ。あこういう感じでエフェクトとして演出されてるような感じですね。いやー、めっちゃいいですね。靴下とかもすごい
細かく色分けされてて、で素材がまたなんかね触り心地がすごいいいんですよね。まあ、多分ねちょっと腕がね多分細くてもげるかもしれないので、こういう、まあ、丁寧なパッケージングをされてるのかなという気がしますね。まあ、これで安心して開封できるというところですね。やばい、ちょっと1個目でちょっと3分ぐらい使ってますね。さあサクサクと続きを開けていきます。さあ何が、おっとカードが今見えそうだったけど下に落ちたからまだ見えてない。カード出しちゃった。よし、このままもう開けちゃいましょう。いきますよ、よいしょ、せーほほほ、きたー。ちょっと待って、またスポンジボブ引いちゃいました。これはオーソドックスなスポンジボブですね。あれ、ちょっと今回当たりだぞ。当たり引きだね。さあ開封オープンと同時にあの下に落ちてしまったカードですけども、こちら見えるかな、ジェリーフィッシュキャッチャーですね。なんか虫取りしてるのかと思ったら、クラゲを捕まえているあのスポンジボブでした。ジェリーフィッシュキャッチャーということみたいですね。これを開けていって、出すときにこうね鼻つまんで出すっていう感じがまたいいですよね。あ、こういう感じで、これはまだ何もつけてない状態で、いや、いいじゃないですか。これめっちゃ可愛い。これ完全に引きが良かった気がしますね。当たりを引いた気がします。台座どうするんだろう。あ、これか、ここにこうつける感じね。さあ完成です。こちらがスポンジボブジェリーフィッシュキャッチャー。なんとですね、これめっちゃグッドなポイント、台座がですねこう後ろにはめ込むスティックがついていて、こうスポンジボブがこう、飛び跳ねてるようなエフェクトみたいな感じになってます。宙に浮いてるような感じなんですよね、クリアパーツで。これはポイント高いですね。これもめちゃめちゃお気に入り。まあ、これ多分一番当たりなんじゃないかなと思います。さあ次はこうなると何が出るかちょっとね分からなくなってきますよ。よいしょしょ、お、これは、お、これもまたスポンジボブだ。これもまたスポンジボブですね。ちょっと開けてみましょう。こんな感じね。これはちょっとカード見てみましょう。これはじゃん、ザ・パンプキンですね。かぼちゃ、これ頭につけてるのなんだろう。これすごいハロウィンみたいな雰囲気なんですかね。さあパンプキンを持たせるとこういう感じになります。いや、めちゃめちゃハイクオリティですね、このパンプキンスポンジボブ。あ、なんか緑の蝶ネクタイしてる、かわいいですね。赤いネクタイの上から緑の蝶ネクタイしてるんですね。いやー、めっちゃかわいい。そしてこの頭のこれは一体何なんだろうっていうね、これスポンジボブ見てる人ならわかるのか、ラブブシリーズ好きな人ならわかるのか、ちょっと小ネタっぽい感じがしますけども、まあでもかわいい。これは素晴らしいです。こうなんかね、ちょっと遠目に置いとくとめっちゃ面白いですね、これ。こういう感じで。てかもう今のところスポンジボブ当たりまくりで黄色って感じ。もう本当に黄色祭りになってきた。これやばいですね。まあでもスポンジボブ以外のキャラクターが1個欲しい気がするな。ここまで来るとね。ちょっとボブ以外の、スポンジボブ以外のキャラクターもちょっと欲しいかも。さあ出してみますよ。よいしょよいしょ。あ、これはかわいい。これなん、これパトリックヤっていうキャラクターみたいですね。ちょっと読み方はこれで合ってるかわかんないですけど、これはこれいいな。めっちゃ可愛いですね。キャラクター愛らしいですね、これね。これ何のキャラクターだかもわからないし、なんかちょっと悪魔っぽいですね、角があって。いやー、これ可愛いですね。いっ、さあこんな感じですね。台座に乗せるとこんな感じ。いやー、いいね。でね、台座ね、よく見るとね、ちょっと見えるかな、ここにポップマートがロゴが入ってるというね、
すごい細かい工夫がされてます。いやこれかわいいな。めっちゃかわいい。いいね。さあ今回は2021年7月発売の新商品、こちらですね、スポンジボブザ・モンスターズ・ラブブーの、シリーズの開封紹介でございました。ポップマートさんありがとうございます。いつもお世話になっております。いやーでもめっちゃいいですねこれ。本当にあのルミナスボックス、あのコンテナボックスに非常に合いそうな色味ですし、何よりスポンジボブたちが可愛い。いやーなんかね、今までのポップマートとちょっとまた毛色も違うし、まあ、これのみコレクションするってのも全然ありなんじゃないかなって気がしますね。スポンジボブ好きな人はいっぱいいると思うんで、まあ、これを機にちょっとポップマートの、世界にね、ちょっとこう入っていただけたら嬉しいなというところでございます。いやそんな感じで本日の、ポップマート Vlog はこの辺で失礼いたします。ちょっと次回ですね、ご提供いただいたまだ、この2つの種類のあるのでね、まあ、ちょっと次回はちょっとプーさん開けていきたいと思います。で引き続きブラインドボックスで、購入したものを、少しずつ開封していくような感じになるので、夏は今年の夏はポップマート祭りという、感じのバーナードハウス、このワンルームも気づけばポップマートのファミリーが非常に多くなってきております。引き続きポップマート好きな人もこの動画楽しんでいただけたらと思います。というわけで、バーナード Vlog ではこういったデザイントイの開封紹介とか、まあどっちかというとあのイベントに行ったりしてね Vlog 撮るのが僕は結構、僕個人のスタイルとしては結構あるのと、まあ、あとは基本的に僕の日記みたいな感じで、パーソナルな Vlog になってるので、まあ、もしね楽しんでいただけるって方がいたらあのチャンネル登録とかしていただけると嬉しいです。もうその辺の登録とかあのサブスクライブはもう完全にお任せしてるので、あのお願いしますってよりかはあの、ね、もしまた見ていただけるっていう方は登録していただけると嬉しいです。というわけで、ワンルームからバナードでした。今回はスポンジモブのポップマート Vlog でございました。ご視聴ありがとうございました。さよなら。